こんにちは、新色系 VTuber のやしろましろです。どうぞよろしく。今回はこちら、陰陽師って何？現代も存在するの？って話をしていこうと思います。皆さんは陰陽師と聞くとどう思いますか？なんか映画の陰陽師みたく、ふわーっと空を飛んだり、式神を行使して妖怪を退治したり、映画みたいとまではいかなくっても悪霊や幽霊を除霊したり、成仏させたり、対話したりとか、そんな感じのイメージ持ってる人もいるのではないかなと思います。というわけで今日は陰陽師についてお話をします。悪霊退散、道満聖満。まずはじめに結論から申し上げると、現代に陰陽師はおりません。陰陽師は SNS で活動もしないですし、 YouTube 投稿なんてのもやりませんし、 LINE で勧誘なんかもいたしません。除霊と称してエッチなこともいたしません。いないからね。現代では陰陽師と名乗る方は全て自称でございます。専門のセミナーが存在しようと自称陰陽師です。誰かに指示をしていようと、師匠と弟子の関係であろうと、それは自称陰陽師に指示している自称陰陽師候補に過ぎません。自称は自称、名刺に陰陽師と書いてあったら、それは自称陰陽師ということです。これ言うとね、もしかしたらわかんないじゃんって、いるかもしれないじゃんって、侍はいなくなったけど、忍者と陰陽師は闇に紛れ、野に隠れ、市井で正体がバレないように暮らしてるかもしれないじゃんってみたいなね、日本にファンタジーな幻想を抱いてる外国人のようなね、ことを言う人もいるかもしれませんけれど、忍者がいないっていうことと陰陽師がいないっていうことは違うベクトルなんですよ、ね、忍者はいるかもしれませんけれど、陰陽師は確実にいないんですよ。そう、いないの。なぜなら国家資格だったから。道満聖満。陰陽道とは陰陽道とも読みまして、元は中国の陰陽五行説に基づく思想が日本で独自に発展したものです。中国では宗教体系として発展していたんですけれど、日本ではそれとは別に独自で発展しました。もともと中国の陰陽五行説は占いや哲学の一種で、国家でしたり個人の行動の指針とされておりました。それが6世紀初頭に日本に伝来して、律令国家が形成される頃に漏刻台、あの時計のことですね、やら先制台が作られて、中司省の下に陰陽寮が設置されたんです。で、陰陽師はそこの職員ですね、お役人様でございますね。仕事内容といえば、まあ、暦を読んだり、気象を観測したり、吉凶の予知をしたりとか、現代風に言うと陰陽師は気象予報士兼国家占い師公務員ということになります。もうね、大事な儀式の時に雨が降っちゃったりしたら台無しですからね、割と大事なポジションだったんですよ。陰陽師が幽霊やら妖怪と戦うっていうイメージがついてしまったのは、おそらく奈良時代の末に佐原親王のたたりを恐れた桓武天皇が陰陽師を使って、あの沈め、なだめようとしたエピソードからではないかと思われます。そこから呪術的祭祀の側面も見え出したのではないかと思われます。ただまあ、この鎮魂に関わっているのは陰陽師だけではないんですけれどね。五霊信仰といいまして、まあ、非業の死を遂げたり失脚して亡くなったものを五霊と呼び、社会に広範囲の災いを呼ぶ存在として恐れて、で、あのそれらを祀ることで、これを鎮めて平穏を回復して、ひいては繁栄を願う信仰でございます。それが五霊信仰。で、この佐原親王への遺文は、僧侶を呼んで読経したり、須藤天皇の追悼を送ったりしたり、お供え物をしたり、武学を奏したりなど、決して陰陽師だけのお話ではないんですけれど、まあね、結構世間では陰陽師がピックアップされることが多いですね。9世紀から10世紀以降は陰陽道は呪術的祭祀も含めて独自に発展をして、でその道を継ぐのは鴨家と安倍家に固定されました。有名な陰陽師である清明も安倍の清明ですしね。で、この安倍家が中世に土御門家となって、で朝廷バックアップのもと陰陽師を統括することとなったのです。江戸時代になると土御門家が陰陽師の公的認証を独占しておりましたと。悪霊退散、悪霊退散。で、国家資格であった陰陽師、土御門家が認めないと陰陽師と名乗れなかった陰陽師で、明治時代1870年に陰陽寮は廃止、
で、手写禁止令といって陰陽師の免許を発行することは禁止されることとなったのです。国家としての任命機関はありませんので、現代に陰陽師と呼べるものはございません。存在いたしません。だから現代では自称陰陽師しか存在しないんですよ。どんまん、せーまん。以上が陰陽師に関することの説明でございます。みんなわかったかな。ね、陰陽師は占いや暦や気象予報が主なのって、陰陽師を名乗っておきながら除霊がどうのとか霊能がどうのとか霊との対話とかって宣伝したとしても、それは陰陽師とは全く関係ないお話です。それ陰陽師の仕事じゃないですよ。本当は陰陽師に関する動画もっと後に作ろうかなって漠然と考えていたんですよ。いつか作ろっかな程度の。今から半年くらい前に懲役太郎さんのサブチャンネルで、自称陰陽師からお祓いと称して性行為を強要された上に数万円騙し取られた人の話を聞きましてね、まあ、ニュースにもなっておりましたよね。なんかその話を聞いた時に身につまされる思いになってしまって、陰陽師のこととかがもっとちゃんと広まっていれば、ね、こんなやつがのさばることもないのにって、まあ、思ってて、いつか作ろうって思ってたんですよ。創作での陰陽師に関しては何にも思うところはありませんけれど、まあ、陰陽師に関する動画を注意喚起の一環として作ろうと思ってたんですよ。いつかっていう感じで、もう本当にね、お戯れもほどほどになさっていただきたいですよ。当時は動画を作る土台が私にありませんでしたから、いつか作ろうと思って放置していたんですよ。ただね、最近ではお遊びでは済まなくなっていますね。陰陽師という名前を使って女性が暴行されたり、お金を騙し取られたり、そういうことが現代でも、今この現代でも起きているのなら、ちゃんと陰陽師の仕事がどういうものか広めないといけませんよ。宗教団体の霊感商法が昨今話題になっていますけれど、個人で行っている霊感商法詐欺も十分深刻ですよ。なんでみんなこういう自称陰陽師についていっちゃうのかなって疑問だったんですけれど、まあ知らないのならね、信頼しちゃってるのかなね。日本最後の陰陽師って言ったって、土御門家は取り潰されたわけじゃなくて現代も続いているのですから、日本最後を名乗れるのは土御門家だけですよ。私神職やっていて陰陽師と名乗る方6人ほど見かけましたけれど、全員見事に土御門と全く関係のない人で、ラスト陰陽師だの、日本最後の陰陽師だの、隠れ陰陽師だの、正当なる伝授を受けているだの、免状を持ってるだのって、まあね、皆さん似たようなことをのたまっておりまして、半数近く逮捕されましたからね。嘘つき。皆さんにお願いがありまして、この動画を見て陰陽師がどういうものか知ったのなら、ラスト陰陽師とか面白がらずに警戒してほしいんですよ。別に陰陽師と名乗ってる人に突撃しろなんて申しませんよ。それはあのただのファンネルといってね、あのマナーが悪い行為ですからね。そうじゃなくって、自称陰陽師の言うことを真に受けないのはもちろんのことでございますが、陰陽師ってそういう仕事じゃないよってツイートしたり注意したり、お友達が自称陰陽師についていこうとしたら止めたりとか、私のこの動画を拡散してくれたらとっても嬉しいですし、お寿司ね。ともかく陰陽師で霊感商法が育たない土壌をみんなで作っていかないといけないですね。これからもまあ神道に関すること、神社に関すること、こういう動画を作っていきますので、高評価、低評価、チャンネル登録など応援のほどよろしくお願いいたします。高評価、チャンネル登録お願いします。高評価を押してもらえると YouTube さんがいろんな人におすすめしてくれまして、たくさんの人に解説動画とか見てもらえますので、高評価とチャンネル登録どうかお願いします。